wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's the feeling to be dreaming of heaven tonight? Yes, 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 no, 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 もう早速ですね、回したものを言っていきましょうか。で今回ノエノンね、めっちゃガチャガチャずっとやりたいやりたい言ってたんですよ。で何がやりたかったかっていうのは、婚約指輪っていう面白いねガチャガチャ、コーンの指輪と婚約指輪をかけた商品があって、それをねもうずっと欲しい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 言ってたんですけれども、まさかのうちらが行ったところのガチャガチャなくって、ピエン超えてパオンみたいな、まあそういう感じだったんですけれども、どんだけ悲しんでんだよ。はい、やってきたものを紹介していきます。では毎回恒例動画どうぞ。はい、このボモさん可愛らしいのやってますね。何ですかそれは。これは指輪です。指輪好きなんですよ。セボンスターみたいな。あ、入ってるってことで。でもこれさ、婚約じゃないこの場所。これさ、あ、プラスチックだ。めっちゃプラスチックの。あれ婚約ってどっちだっけ、女子はこっち男子。ちょっと私わからないんですけれども、これ11個あるわ。11種類。しかもこれケースが全部ついてるんだけど、6から9番は箱だよ。どれが欲しかったの、ほらちゃん。これよかったじゃん。色は紫が良かった。あー、じゃあ内側を好きなんで大丈夫です。これ一回300円もするのね。デカキラリングデラックス。デカキン確かにデカキン、デカキンリングデラックス。いける。こういう感じで可愛いものをやられてました。指綺麗にしたい。じゃあ続いて、続いてもこのチャンスあるよ。どうぞ。私でした。可愛くないこれ。スイカイカでございます。スイカイカでございます。スイカマスコットボールチェーンって書いてある。お野菜妖精よくわかんないんですけど、ラインナップ多分ここら辺で出ると思うんですけど、まあ、私一番欲しかったのはもちろんダイオウイカが欲しかったんですけど、めでたくですね、まさかの、あ、違った、ダイオウイカかと思った。ダイオウイカじゃない、目が違う。黒いのが良かった。パパと同じこと言って、パパも黒いのがいいじゃんって言ってたけど、私は絶対これがいいと思った。ダイオウイカじゃなかった。コウイカ。コウイカ可愛くない。これめっちゃ可愛い。あ、イカとスイカをかけてるってこと。うん、多分めっちゃ可愛い。おボールチェーンが取れましたやんボールチェーン取れちゃった。イオンのイオンモールのガチャガチャのコーナーみたいなのがあって、そこでやったんだけど、こちらいつもイオンモール行ったらスイカのドリンク飲むんだよね。今回も夏限定飲めました。で冬とかはバナナだね。そうちバナナ飲んでる。冬なんだ、みかん。みかんマジ。あー、みかんかもね。確かに唇の色可愛くない。何？イブさんどうだ？違う。また変わってんか。視聴者さんからいただいた。あー。これとね、アイシャドウもらったんだけど、チークとさ、アイシャドウがさ、一つの正方形に入っていて、めちゃくちゃコンパクトなやつがあるんだけど、これいただいたみたいです。ありがとうございます。それの違うバージョンの、うちがめちゃくちゃ可愛くて欲しいなと思った色をいただいて、あと口紅も一緒に使ってるんだけど、めっちゃメイクに合ってるみたい。はい。足が10本あります。続いていきましょう。どうぞ。はい、ということで見ていただきました。これはゲーム？そう。へえ。結構いろんなゲーム実況者さんがやってるんだけど、ホーダーやってないの？私はやってない。なんかみんなパソコンとか PS4 とか、うん、うちが持ってない器具。器具じゃない、器具機器、うん、使ってるんだけど、私が欲しかったのは1番のボブとハイカーってやつ。へえ。なんですけど、私が当たったのはシェフですね。
これどういうゲームなの、これは。あのこれもうふにゃふにゃなの、こうやってこうやってふにゃふにゃにやるの、うんうん、でこう捕まったりするんだけど、うん、まあ動画見て、マジ絶対ハマるから。私ゲーム実況とかもともと自分がゲームやんないからマジで見ないんだよね。ゆうちさん本当にさ、あのさゲーム用のさ部屋作りたい。あんた別にゲーマーでもなんでもないやん。ゲーマーになるの？マイクラガチやりたい今。やれりゃいいじゃん。で1個前のうちのパソコンあるじゃん、うん、あれもう爆発してんじゃん、なんか。あ1個前ってあのやつか、うん、CD とか入るってやばいよね。それに私5000円ぐらい払って。5000円ぐらいだったね今の。マイクラを入れたの。入れりゃいいじゃん。それこそこのヒューマンなんちゃらを入れてやればいいこちら。いやヒューマンなんちゃらは見てるだけでいいよ。一人でやるもんじゃないもんこれ。多分みんなでやったら面白い。アマンガースちょっとハマったぐらい。でもそれやるのがちょっと楽しかったぐらいで。シップです。これは MCM のリスクにつけます。色が好き。はい、続いて続いてシャッター商店街ってやつなんですけど、これ J ドリームという懐かしいところが出てるやつですね。虫。ええ、キャラ。しかしね。こちらシャッター商店街マスコット、これは1個じゃなくて多分たくさん並べると可愛いと思うんですけど、いろんなお店があって、おもちゃ屋さんが良かったな。私ね、まさかのブティック婦人服店って書いてある。婦人服これね、ちゃんとあ、メモリがゼロだ。すいません、あのカードの容量がなくなってましたんで、もう一度紹介します。こんな感じで、あーうち、そうじゃないよ。こういうことか、パチってはめるんだ。こういう感じでシャッターが閉まります。今の時期シャッター降りてるお店多くない？多いよね。あのね、ちょっと聞いてよ、ラフォーレの私が大好きなお店ウォールっていうお店があるんだけれども、もちろんね高くて買えないぐらいのおしゃれなお洋服がたくさん売ってるところがあって、そこはまさかの閉店。まさかの閉店。私の最新の研究では、恋とは存在しないのです。ちょっとよくわかんないんですけども、シャッターでした。ほんとこのコロナ禍になってからね、結構その私の好きなお店が潰れちゃってんのよ。ワンスポとかも、もしかしたらワンスポはもともと決まっててかな、わかんないけれども。いや、あれワンスポってコロナ始まったことだっけ？そう、コロナになってから。もうやめてよー、言ってる本人、本人ワンスポの服ですけど。次行こうか。次行こう。次のはほのちゃんがやったんだけど、私もこれ本当やりたかったんだけど、かぶっちゃったらつまんないなと思ってやんなかった。えらい。え、どれが欲しかったとかあるよ、それ。なんでもいい、なんでもいいよ。実験なんかドンキで似たようなライトあったんだけど、それでなんかおもちゃ屋さんごっこしたいなと思って、500円だったからね。500円したんだ。500円。え、だってこんぐらいでかいんだよ。あこのガチのやつってこと？いや、ガチじゃないけど似たような、あの普通に机に置くようなライト。あライトでめっちゃ面白いなって。それ欲しかった。私も欲しかった。そこにさ、セロハンテープのさ赤色あるじゃん、うん、あれをさ、やればさ。え、何が出たの？え、つかないじゃん。これは4種類あって、この子のは型 A が出ました。え、これは出ないじゃん、1人が。マジでバーコードじゃないとできないとか、そういう感じ。あ、見て、昔のバーコードを当てるとピッて言う。普通のところやって、あ、え、どこでもなんじゃねえか。うちの手だわ。あ、でも白い紙じゃないといけないんだ。いや、白い紙とか関係ないでしょ。多分バーコードみたいに波線になってたらできるってことだね。そう、そういうとこできるよ。しよし、できない。ほら、え、なんで嘘だよ。私、え、ないの。ほら、あ、わかった。なんか押し方的に下から上にこうやってやってあげると、ジョナルバーコードでした。次、
お、ムーやってんじゃん。そう、しかもうちが一番出て美味しかったし。マジ開けます。これ誰が何やったのこれ。種類的には5種類あって、私は一番この子が欲しくて、2番目にこの子が欲しくって出たのがこの子出ました。でもこのさ、一番ムーって分かる子が良かったよ。ほらムーやん。あー、ほんとだ。リエティ、ユアティみたいな。それ私も思ってた。ピッピピー、ユアティです。ブンブン、ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。リエティです。すいません、じゃあどんちゃんの、お値段失礼します。今日ちょうどいい服着てるよ、私。4円。はすいません、ほのぼのさんのお値段、お風呂はバーコードありますから。8円。あ、そんな変わんないね。はい、次。これもめっちゃ面白いの売れた。ででん、こちらクワガタのこの部分が便座になっちゃったよーってことです。便座ブロック。それ違う。めっちゃ良くないこれ。便座ブロック。そう、面白い。これこんな感じでここが便座になってるんですよ。これ私が出て欲しかったやつが出てくれました。あ、ライト点灯してから1秒後ちょっと待って、行くよ。今それ喋るらしい。おー、組み立てて作ったんですけど、これ裏側までちゃんと見て再現されてんの。すごいよねこれ、超かわいい。大好き。かわいい、このクワガタ。あ、わかった。見て、ここさ、トイレの便座になってる。こっちか。めっちゃ面白いじゃん。何この商品。すいません。はい、あなた前髪バーコード欲しいのか。ねえ、ねえ、まだまだそういうの早い。あ、書かれちゃってんじゃん。あと眉毛太すぎませんか。次いきます。トモボンさんでございます。どれない。あ、さっきのその黒いのだよ。それだよ。そうそう、それそれ。絶対違う。そう、絶対違うじゃん。痛い。腰なんです。楽やん。すごい。これ私机の上に置きたいなと思って、歴史、趣味か遊び方っていうので、ロッティマスクコレクションっていう、なんかちょっと怖めのやつ。私は一番このウサギのシリーズ欲しかったんですけど、ちょっと何が出たかっていう話ですね。あー、普通のやつ。普通でした。でかくね。すごい、結構大きなサイズだよこれ。うわ、なんか怖いこれ。こんな感じで結構でかい。ペストマスク？違うわ、ペストマスクだわ。ピッタマスク。よし、よかったわ。その情報、なんか歴史的にゲームかなんかなのそれ。わかんない。ロッティは人間の目から逃れるため。はい、ありがとうございます。続いてのようなやっている様子どうぞ。はい、見ていただきました。お相撲さんラスト1個だったね。私これセルフィーが欲しかったんだけど、まさかのめっちゃ普通横綱。マジみたいな。好きなの。横綱が欲しくてやったじゃない。私がこのセルフィーが欲しくてやったのよ。お昼のも可愛かったね。まさかの横綱よ。マジみたいな。うわ、すごいこれ。めっちゃさ、クオリティ高い。何これ、気持ち悪いぐらいクオリティ高いんだけど。これセルフィー欲しかった。色同じような系統ばかりだね。確かに。ちょっと見てないよね。いるよね、こういう女。コミュニティガーじゃない、高いんじゃないかってくらいさ、すっごいクオリティ高いんだけど。ちょっと一回されたばしてほしい。何？めっちゃ顔認証した。何？色気ローテンダーレー。髪の毛前振りしてる。 I gotta make you stop, baby! はい、おいしゃべるのめ、ブルブルカルマブルブルクコーニホーユーてな。はい、ラストフォーのバカドラタしてる様子、どうぞ。
おお。はい、見ていただきました。でも私ですね、インフルエンサーなんで一応 SNS の守り持っとこうってことで、まあ多分うちが持っといた方がいいんじゃない。まさかのクソリプっていうね。クソリプはね、クソリプはだってする人いるけどいないもん。こういうね、やっぱお守りとかもらったら、まあ、中身開けたくなるじゃないですか。こちらでございます。開けられるかな。開きました。全然普通に紙しか入ってないかもしれない。紙、しかもこれ普通の紙、この中にお願いこと書くのかな。高橋会長とか、なんでクソリプに高橋会長って書くのね。はい、ということで今回は久しぶりにガチャガチャたくさんやっちゃったよーのコーナーでございました。まだまだですね、ガチャガチャやってみたの動画を見たい方は過去にたくさんやってますので、ぜひよければ概要欄にリンクありますと思いますし、まあノイノイガチャガチャで調べてみてください。ということで、イオンモールに至っていたんですけども、まあ、イオンでね、たくさんお買い物したので、まあ、そちらの動画もね、レンガーのあのものを買いました。ギリギリ5000円いきませんでした。楽しかったです。ということで、楽しみにしててください。それではまた次回のノイノイマグルをしましょう。キャバイバイちゃん。今思うけどさ、うん、バイちゃんって何って思わない？いや、キャベバイの方がないでしょ。でもこれちゃんと意味があるからね。